はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたよ、とうとうステージ312ガラクタリアンのボスまで来ました。このね、ガラクタリアンは周りのね、ガラクタをまず壊さないと いけません。これがね、サイズ10以上のデカプニを作ってやると壊せるみたいです。そしてまたこんな感じでスクラップをね、投げてくるんで結構邪魔なんでね、投げてきたらすぐに高速タップで先に壊してしまった方がやりやすいです。今回使っている妖怪は画面の下の方に出しておきますが、こんな感じ、 KK ブラザーズだけというかね、 KG 色 K コマ、そして KG 色 S、 K コマ S、 そしてネタバレリーナですね。プリチー族で種族効果を 30% 出しています。結構ね、この KK ブラザーズがね、デカプニが作りやすいのでおすすめですね。こんな感じでガラクタがを壊して中がね、中の緑の本体が出てきたら攻撃してやるといいと思います。まずはデカプニで外を壊しの中が出たらネタバレリーナで攻撃力アップしといて、 KG 色反対攻撃、そして K コマの中央消しでダメージを与えてやるとね、結構たくさんダメージ与えられるので比較的簡単にクリアできるんじゃないかと思います。今回ね、その KG 色 S の回復、そして K コマ S のね、デカプニなんかもね、結構このガラクタリアにはね、有効ですよね。さあやっていきます。フィーバーに入りました。今はね、ガラクタでねガードされているので、あまり必殺技使ってもねダメージが与えられないので、ここはね必殺技一旦見送った方がいいと思います。そしてガラクタを剥がしたところでネタバレリーナからの必殺技でいけるんじゃないでしょうか。さあデカプニを作ってね、まずはガラクタを剥ぎ取っていきましょう。サイズ10以上だからね、結構うまくつなぎ合わせないとねデカプニできないよね。さあ回復しながらいきます。まだねガラクタで覆われているので、ここはねまだ KG 色と K コマの必殺技は貯めておきます。フィーバータイム終わってからねじっくりいきます。さあ本体出てきました。ここでネタバレリーナで攻撃力アップです。そして KG 色単体攻撃フィニッシュです。おっと、ここは何も落ちず、なんかねレアアイテムを落とすみたいなんで、ちょっとね周回してみるのもいいかもしれません。さあクリアです。妖怪ウォッチ UI、 メリケン妖怪のね攻撃力が 8% アップする。あとねメリケンチップと UI チップをねもう少し貯めれば作ることができます。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。